どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 AMC モバイルプラスについてね、解説、やっていきたいと思います。この AMC モバイルプラスって皆さん知ってますかね？あんまりね、知られてないと思うんですけども、 ANA マイルをね、ガチで貯めていくっていう方ですね、結構悪くないサービスなんですけども、ちょっとね、メリットデメリットみたいなのもありますんで、今回はね、AMC モバイルプラスのね、全般を解説やっていきたいと思います。この AMC モバイルプラスっていうのは ANA マイレージクラブモバイルプラスの略で、月額はね300円かかるサービスというふうになっております。こちら300円月でかかるんですけども、その分のね、特典が利用できるっていうサービスになっているんですけども、利用できるね対象者は決まっているんですよね。支払い方法、この300円のね支払い方法が携帯代の、合算で、支払うっていうふうになっておりますんで、3大キャリア、ソフトバンク、ドコモ、au ですね、この3つと、UQ モバイルしかねこちら使えないんですよね。ですんで、それ以外の、楽天モバイル、 LINE モバイル、 Y モバイルとかね、そういう格安 SIM で、スマホを持っている方は、残念ながらねこちら利用できないっていうふうになってるんですよね。で、特典なんですけども、まずババッと紹介していきますね。まず楽天 AD 利用時に ANA マイルが3倍貯まる、ANA マイルから ANA スカイコインの交換率がアップ 1.5 倍になります。次に各種先行チケットの予約が可能、その他ね CA さんの着ボイス、 ANA のオリジナル壁紙、 ANA オリジナルパズル、こちらクイズみたいなやつですね、グローバル Wi-Fi の1日無料クーポンとかね、その他限定クーポンとかね、こちらの会員になると、もらえるっていうサービスなんですよね。で、一番大きいのはですね、やはりこの楽天エディで ANA マイルが3倍貯まるということで、本来ですね、200円で1マイルこの楽天エディで支払うと、マイルが貯まるということで、還元額は 0.5% っていうふうになってるんですけども、こちら AMC モバイルプラスに入会するとですね、200円で3マイルが貯まりますということなんで、 1.5% マイルの還元率にして 1.5% っていう風になるんですよね。この 1.5% っていうだけでもね、かなりすごい数字にはなりますよね。楽天エディっていうのは、電子マネーですよね。ですので、クレジットカードがポイント付与対象であれば、このチャージに対してもポイントが貯まるということで、そのポイントがね ANA マイルに交換できることができるクレジットカードであれば、還元率は 1.75% から最大はね 2% まで、貯まるようになるんですよね。いや、これすごいですよね。私のね動画で解説させていただいておりますけども、今現時点でね ANA ワイドゴールドカード、マスタービザですね、こちらが、1.648% というかね、最大で、それ以外にも JQ エポスっていうのがね、最大還元率が 2.1% とかね、解説やっておりますけども、そこら辺の水準と比べてもですね、同じぐらいまで来てますよね。で、このチャージが可能でおすすめのクレジットカードなんですけども、楽天エディにね、チャージして、ポイントがもらえる、クレジットカードなんですけども、おすすめとしてはですね、楽天カード。こちら、チャージに対して 0.25% の、還元が受けられます。もう一つはエポスカード、こちらも還元率が 2.5% っていうふうになります。どちらもね貯めたポイントが、ANA マイルにね交換できますよね。楽天ポイントにしてもエポスポイントにしても、半分でね、半額で、マイルが貯められますよね。で、もしね ANA ビザプレミアムカードっていう、年会費が結構高いクレジットカードありますよね。プラチナカードですね。そちらを持たれている方は 0.5% 還元つきますんで、こちらの場合はですね 2% になるんですよね。いや、ここまでいくとすごいですよね。ですけどちょっと年会費が高いですからね、やはりおすすめはなんといってもやっぱり、エポスカードっていう風になります。この楽天カードとエポスカードにしてもですね、エポスカードの方が
おすすめなんですよね。というのもね、まあ私の、動画のね、解説させていただきますけども、JQ エポスっていうクレジットカードありますよね。まあこちらエポスカードの、JQ 版ということで、切り替えがね、できる、クレジットカードなんですけども、この JQ エポスからですね、まあ詳しいことはね、個別の動画出しておりますんで、まあ、そちら見ていただけたらなと思うんですけども、こちらの JQ エポスをね、ゴールドカードに、上げてですね、まあ、そこから、年間100万円ぴったり利用でね、決済することができれば、これね、最大 2.9% 還元なんですよね。これとんでもない数字ですよね。まあ、もちろんぴったり100万円なんで、計算上ね、まあ、そのぐらいの還元率を誇ることができますんで、まあ、かなりね、すごいですよね。しかもこのエポス、まあ、これじゃあ JQ エポスのね、ゴールドカードの話なんですけども、まあ、もともとエポスカード自体がですね、ポイントサイトにね、今ほとんどずっと案件出ておりますし、今5500円分ぐらいでね、ポイントサイト、ポイントインカムで出てたりとか、もう一つはね、このエポスカードっていうもの自体がですね、私の動画のチャンネルでね、結構しつこいように言っておりますけども、おすすめなんですよね。持ってるだけで、海外旅行保険がね、自動付帯になったりとか、まあ、そういうメリットがね、ありますんで、もしね、楽天カードもエポスカードも持ってなくて、どっちがおすすめかっていうと、楽天でね、結構買い物されるって方はもちろん、楽天カードがいいと思うんですけども、そうじゃないよって方はね、まあ、エポスカードの方がまあ確実におすすめっていう風になるんですよね。で、次にね、この楽天エディの上限と利用先なんですけども、この楽天エディっていうのは、支払い上限が1回5万円まで。で、チャージは1回に対して2万5千円までね、チャージすることができます。で、この楽天エディの利用先なんですけども、今ね、すごいペイサービスとかね、すごい始まっていて、まあ結構ね、もう影に隠れるような存在になってしまったんですけども、こちらもう結構前からサービス自体がね、あるものなんですね、楽天エディって。ですので、ほとんどのコンビニで使えます。で、プラスして、まあ、スーパー、あとドラッグストアも結構使えるところは多いです。利用できるお店のね、公式サイトは、概要欄に貼っておりますので、もしね、気になる方は、まあ、そちら見ていただけたらなっていう感じなんですよね。次に ANA マイルから ANA スカイコインの交換レートアップということで、まあ、こちらね、一般会員だと、この ANA マイルから ANA スカイコインっていうのは、1.2 倍の交換率なんですけども、まあ、こちら、5万マイルを交換した時の場合なんですけども、まあ、これが 1.5 倍に上がるということで、まあ、こちらね、すごいメリットかっていうと、まあ、正直ね、SFC 収容されるっていう方は、まあ、おすすめはおすすめなんだけども、ANA マイルからね、ANA スカイコインに交換して、修行費用の現金をね、抑えるって方、まあ、結構いらっしゃると思うんですけども、まあ、こちらね、ANA のワイドゴールドカード、まあ、ゴールドカードを持ってると、1.6 倍なんですよね。交換率が上がるんですよね。クレジットカード発行しているだけで。で、この SFC 修行ね、されようって方は、まあ、ゴールドカードね、発行することが多いので、まあ、そこまでの、まあ、メリットではないかなっていう感じなんですよね。次にね、各種、チケット先行予約が可能ということで、特典航空券、一緒にマイル割などね、そちらの、先行予約がね、できます。一般会員の方よりかは、まあ、先にね、まあ、予約できるっていう特典になるんですよね。あとね、その他の特典は、まあ、CA さんの直ボイスとか、まあ、ANA のオリジナル壁紙、ANA のオリジナルパズル、まあ、こちらクイズみたいな、本当にパズルですね。あと、グローバル Wi-Fi の、1日レンタル無料券とか、まあ、限定クーポンとかね、まあ、配信されるんですけども、まあ、こちらはまあおまけ程度かなっていう特典で、まあ、全体的にですね、一番ね、大きい特典っていうのは、楽天エディの、マイルが3倍貯まるっていう特典が一番大きい特典かなっていう感じなんですよね。いかがだったでしょうか。今回はですね、AMC モバイルプラスを紹介させていただきましたけども、まあ、こちらね、すごい、3倍貯まるということで、還元率はすごい上がりますよね。まあ、ですけども、ちょっとデメリットとしては、
まあ、月の費用がね300円かかってしまうんですよね。まあ、これねもうちょっと安かったりしたらねとてもいいサービスだなと思うんですけども、まあ、こちらね300円かかっちゃいますからね。これが100円ぐらいだったらねもっと良かったっていう感じなんですけどね。プラスですね、体調の、キャリア、まあ、携帯のキャリアがね、まあ、縛られてるっていうことで、まあ、誰でもまあ利用できるわけじゃないんだね。ここがまあちょっとね、デメリットかなっていう感じなんですよね。で、あともう一個ね、デメリットとしては、今ね、楽天自体が、こちらのエディもね、まあ、力入れてないわけじゃないんですけども、やはり今のこの、ペイサービスの乱立で楽天も楽天ペイっていうねペイサービスがねありますんで、まあどっちかというとまあそっちにねあの力入れてますよね。ですのであの今後ねどういう感じで解約とかね閉鎖が来るかっていうのは正直全然わかんないんですよね。もしかしたら急にね閉鎖とかね解約とかねそういうのが来る可能性も、まあ、ゼロではないかなっていう感じなんですよね。まあでもね最大還元率はねかなり上がりますんで、あの ANA マイルをねガチで貯めていくっていう方はですねそこあの結構ねいいサービスかなっていう感じなんですよね。今回の動画はねこんな感じで、終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。